日野さん待ってました。どうでしょう。でずっとこのまま生活を続けるという形で。わかんない、わかんない。数々の有名女優らと浮き名を流し、最大11人と交際していたと報じられた元祖プレイボーイ。数多くのドラマや映画で活躍し、今月14日に亡くなった俳優日野翔平さんです。注意したろうかよし、俺は誰でもするんやから。いろいろね、遍歴知らないだろう昔はこんな風にやってたんだなと思って、その時は誰だったかなとかバカ言ってない。当時取材を続けたリポーターは、その想像を超えた対応ぶりに感銘さえ受けたと言います。またなんか噂されてるようなんですけども、おだ、あららら、私はセリフしか喋りません。なんかこう、あ、お茶目な人ってだから愛されるのかなみたいに。さらに目覚まし8は日野さんと長年親交のある俳優仲間を取材。冗談も上手で、本当に嫌な気分がしないような人で、あれはね、女の人はほっとかないと思います。男がいいな、エロいな、かっこいいわって惚れる男はさ、はい、女に持ってないわけがないよね。今月14日75歳で旅立った俳優日野翔平さん。所属事務所によると、日野さんは今年4月から持病である腰痛の治療に励んでいましたが、夏に腰を骨折したのを機に体調を崩したといいます。日野さんは1949年生まれ、1961年に劇団コマドリに入団すると、子役として翌年フジテレビのドラマ少年探偵団でデビュー。その後、数々のドラマや映画に出演しました。そんな日野さんがワイドショーをにぎわせたのが1970年代から80年代、元祖プレイボーイと呼ばれ、有名女優ら最大11人と交際していたと報じられたことも。10号車だっつってるよ。10号車だって、車掌さん。報道されてることは事実ですか。もう喋らないと決めたんですか。それはどうしてですか。喋りたくないから。喋りたくないから。1981年にある女優との不倫報道が出た時には、多くの報道陣を前にタバコをふかしながら押し問答。さらに座り込んで話を始めます。ね、日野さん、男、お高い男だからゆっくりと話し合いましょうよ。また暮らしてるってことは時々にしろね。暮らしてね。じゃあ行ったり来たりですか。帰らないの待ってるというのを報じられてる。帰ってるじゃん。いやでも17日ぐらい帰ってないとか、帰ってね、もう今日まで出て20日ぐらい帰ってないですね。2月帰らないこといくらだってあるぞ。それはひるむことなく豪快に言い放つ日野さんに、報道陣は諦めムードに。一方で女性リポーターには、日野さんってどうしてもああいう役がね、3枚目っていうか、あの辺がぴったりにやっちゃうっていう感じがするんですけど、ご自分で今回は演じてらしていかがですか。かなり地のままなんですよ。そんなことないよと照れくさそうな仕草を見せていました。そして4年後、フジテレビの直撃取材では驚きの対応を見せます。ちょっとよろしいですか。10人目の方ということでね、またなんか噂されてるようなんですけども、おだ、あららら、私はセリフしか喋りません。もうこれは今のためにご準備なさったんですか。どうなんですか、12人目と騒がれてますけども。一切ノーコメントですか。取材が来るのを見越していたのか、わざわざ私はセリフしか喋れませんというプラカードを用意していたのです。
今のために。この時取材をしていた平野早苗リポーターに話を聞くと、日野さんの言葉としては出てこないものの、そういうことを向こうが、まあ、ある種こうちょっと遊んでくれる、演出してくれる、向こうももしかしたら考えてくれたのかなって思うぐらい、ちょっとお茶目な対応をしてくれて、これだから女性にもモテるのかなってその時は思いました。取材を楽しむかのようなお茶目な一面も見せていた日野さん、果たしてその素顔とは。めざまし8は日野さんの後輩俳優の小沢仁志さんに話を聞きました。本当に固い地張らず自然体でずっと生きてきた人だからね、なんか深み、男がいいな、エロいな、かっこいいわって惚れる男はさ、女にモテないわけがないよね、人柄でそうやってみんなが集まってくるから、これだけね、マスコミに追っかけられることもあるから、映画で絡みのシーンの時もなんとなく嫌だったんじゃないですか。そんなこと言ってられるか、仕事だもん。冗談じゃないよ。本当は細かいんだよ、神経。態度大きいだろう。愛嬌のある性格で多くの人から愛された日野さん、その後も数多くのドラマや映画に出演。還暦間近になると、今年で60歳になるんですけども、そろそろ死んじゃうんじゃないかと思って、自身の体調に不安を感じるようになっていたといいます。さらに70代に年を重ね、去年1月には長生きの秘訣を語っていました。伝説的なプレイボーイとして有名ですけど、そちらの方で頑張るおつもりっていうのは今後あったりしましょうか。あのな、いろいろ反省して、今や俺の体は分別、常識、理性になってんじゃん。ちょっとあのこれ長生きの秘訣です。そんな日野さんが最近患っていたという腰の痛み、立派なもんでした。日野さんと37年付き合いがある後輩俳優の中野秀夫さんに話を聞くと、今月3日に電話で話したばかりだったといいます。僕の場合は3日の日に電話がかかってきたんですね、ちょっと調子も良くなってきて、少しもう少し休んだら復活できるから、そしたらまたみんなで飲み行こうかと、しばらく空いてるからねみたいな話から、その電話から11日後に亡くなった日野さん、遺族が撮影した祭壇の写真には照れくさそうに優しい笑顔で見つめる姿がありました。自宅で家族に見守られ、穏やかな最後だったといいます。謝っちゃうと自分を否定してることになるから、ちょっとあっちへ行く、一番最後にごめんつって行くわ。